この動画には、以上の要素が含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。はい、毎度どうも、ゆっくり霊夢よ。毎度どうも、ゆっくりさないです。サバイバーのツバイです。前回、ティアゴの本屋を一掃したところから続きですね。アイテム整理してるだけでも周りから寄ってくるんすけど、これは？しかも発光してるわねー。びっくりするわー。なぜかまっすぐじゃなくて壁に向かっていきましたけどね。とりあえず置いとこ。今は3時ですし、夜明けまでゆっくりしていましょうか。ゆっくりしていってね。にしても一体あんなにどこから。あん、あれ、確かそこはシャッターがあったはずですけど、もしかして壊されたとか。あれ結構硬かったけど、フォードとかでなら一瞬か。あ、やはりスイッチがありますからね。なるほど、今のを押して外に出るって感じだったわけっすね。よかった、バイクは傷ついてないな。あんまり直接攻撃されることはないけど、警官のゲロや爆発に巻き込まれることはありますね。じゃあまあ、戻りますか。ただいま。さすがに料理とかもすっかり出来上がってる。以前のバイキング生活だったら、ここが炭の山になってるところよ。焚き火ですら自動でストックしてくれますからね。これが文明の利器。焚き火自体は同じはずだけどね。荷物も叩き込んだし、あとはクエストの報告と。なんか良い報酬でもあればいいけどねー。戻りまー。デザートイーグルと採掘ネット、あとはトリプルポケットですかね。デザートイーグルも44弾を使用するマグナム系のハンドガンね。ん、あんまり余裕ないっすねー。強いですけど、そこまで使う頻度もないんですよね。じゃあまあ、ここは無難にポケットにしておきやしょうか。適当に一層クエを受けておいて、使わない武器パーツを売って小銭に。それじゃ、バンドルを開けてみましょうか。自動砲台バンドル、マシンガン系の砲台が2つに弾が入ってましたね。え？なんか即座に使えそうじゃないっすか。こういうのばかりだったらありがたいんだけどねー。これも電気を必要とするものなので、防衛拠点に設置するとしましょうか。ふむふむ、弾も9ミリの方なら結構余ってますからな。あとはさっきのトリプルポケットをつけて。やはり防具ももう少し品質いいのが欲しいところっす。今は取り付けるモッドも少ないですけどね。見た目は案外落ち着いてるわよねー。へっへっへ。上とかに置くといいんすかねー。鳥対策としてならそうだけど、純粋に正面に置いて固定砲台というのもありますね。修理や弾の補充がやりやすい場所がおすすめねー。むむむ。下を向けると変な場所にも当たりそうな。監視カメラと同じで、ある程度の調整はできるから置いてからでいいと思うわ。
電力をつなげるとこんな感じに、カメラプレビューを開くことができますね。これはなかなか悩みますな。ブレードトラップもポン付けしてるだけだから、対空用でもいいかもね。夜前に倒せるならそれに越したことはないですからね。範囲はこんな感じか。ワイヤーツールを持ってれば、カメラと同じで角度が一目で把握できるわね。で、これで誰を狙うかやっておけばいいってことすよね。カメラと違って、こっちは最初から敵対してるのを狙うような設定ねー。でもコードだらけだ。こうなるのが嫌な場合は、ある程度延長コードみたいに端から引っ張ったりして、ブロック内部に見えないように配線するとかねー。カメラ越しに見る自分って変な感じだ。赤外線を目に当て続けるのはよろしくないからやめなさい。うえ。地味に以前のサムネはこれでしたね。31とかだっけ。実際にはタレット増えたくらいですもんね。じゃま、今日は炭鉱夫してきますか。嫌な声と思えば、これまた慌ててカメラ回したら、これが貞子ことスクリーマーゾンビですね。ああ、扉も壊しちゃって。叫ばれるとこんな感じに周囲にゾンビを召喚。昼間なので遅い感じですが、夜だとそれは大変なことに。終わったか。鉄を採掘してるとやっぱり来るのも早いわねこれでよしと。それにしてもここのブロックが枠組みだけで音を通しやすいとかなんでしょうか。いやー、どの道地下で掘っててもあいつら来るしねー。確かにヒートゲージは見えないだけで溜まっていきますからね。で、結構ボコボコに掘ったわね。おかげで鉄は大量に。今はほとんどダースに変換していってるわ。案外消費早いんですよね、あれも。ポイントにあるし、またスキル振りますか。あれ？ああ、一定レベル以上になるとスキルポイントもに消費するから。先ほどの近くを取るのにに使いましたね。ああ、そういうことすか。で、夕方頃にはまた貞子。早いな。いてててて。あれ？どこ行った？一体落ちたんじゃないですかね。なんか多いような。あ、なるほど、貞子が貞子を呼んでこうなりましたか。口酒女スタイルで虚弱なんだけど、立て続けに叫ばれるとまずいっすね。まだいるんじゃない。確かに叫び声ありましたもんね。
くわ。こりゃ一度ならばさせないと。怖っ。こんな感じに周囲を取り囲まれるのよね。えらい数になってまいりました。か、火炎瓶使いたい。これは確かに範囲攻撃の出番でしょうけど、こういうのを見るとホラー系に見えますよね。確かに物理飛ぶだけマシかな。はい、並んで並んで。一直線に並べれば、槍のコンボボーナスも途切れないからいい感じね。むしろ良い経験値稼ぎになりましたかね。さっきのゾンビのおかげでレベルもまた上がったわね。おかげでさっき触れなかったこれにも。なんやかんやでそろそろ槍のスキルも上がりきる、かな？とは言っても、最後のジャベリンマスターが。あ、そうか。近くが10必要だから。次の近く上げるのに2必要とかだと、まだまだかかりますな。後半は3とか必要ですよ。ま。大マジ。これは長丁場だ。といったところで今回はこの辺りで。それではまた。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いします。